こんばんは。お願いします。今達也はタイにいるんだよね。そうです。タイにもうシーズン始まった。タイのリーグが2月から始まって10月に終わる予定だったんですけど、はい、それがコロナの影響で、はい、9月から始まって、はい、来年の5月に終わるシーズンに変わりました。6年生からアビスパに行ったの？4年生です。あ、4年生からアビスパに行ったの、はい、でそれから中学校もアビスパで行ったの？そうです。で、そこからアビスパから、はい、まあ、プロサッカー選手に行くまでの流れなんだけど、はい、東福岡高校に、はい、入学してっていう形で、はい、全国でサッカーしてたら知らない人がいないっていうぐらい名門校のキャプテン一応いや、ほんとすごいね、はい、高校時代にプロからの声かけってなかったんですか？はい、そうっすね、なかったです。全然僕もその高校卒業してプロになるっていう気持ちでずっともうちっちゃい時からいたんで、そのあれみたいな、はい、まあそういう感じですよね。あれみたいな、そうなんだ。少しまあだから挫折というか、こう燃え尽きた感じはあって大学に進学しました。なんで達也の中でこう考えた体育大学だった？いや、僕も高校入った時はまあプロになりたいのもあったし、まあ大学行くならまあ関東か関西のまあ有名な私立に入りたいと思ってたんですけど、監督に言われてなんか合ってないというか、まあ、しっかりその鹿屋で、まあ、何もない中だけど、その4年間まあしっかりサッカーと向き合って、まあ、指導者になるなり、まあ、プロ目指すなりやってきたらいいんじゃないかっていうのは言われました。大学の在学中に、はい、サガン都市に特別強化指定で、はい、入ってそこからプロデビューになったんですね。そうですね。2014年アギーレジャパン、はい、日本代表、日本 A 代表ですね、はい、A 代表に招集されてもういきなり抜擢のデビューをされたと思うんですけど、はい、実際にやっぱ代表を、ね、日の丸背負ってその雰囲気の中で、ね、サッカーをするって、いや、本当一握りの一つまみの選手しかできないと思うんですけど、はい、まあ、日本代表での活動で感じたことだったり、はい、まあ、その自身の当時のサガン鳥栖と比べてとか、やっぱこう日本代表の特別な雰囲気っていうのはなんかあったり しますか？でも思ったよりもその、まあ、J1 にいたっていうのもあるかもしれないんですけど、サガン鳥栖自体もやっぱ意識高かったし、なんでまあ本当練習やって試合して、まあ、帰ってきたけど、その環境とかそういう意識とかの面では結構みんなあんまり変わらないというか、なるほど。だから海外組の選手がどうとかじゃなくて、やっぱサッカー選手は結構サッカー選手なんだなって意外と思いました。小学校の時から、はい、こう明確にプロサッカー選手になりたいっていう目標とかって当時からあったの？そうですね、もうなんかサッカー始めた時から、まあそのプロサッカー選手が何かとかどんなことをするのかとか全然わかんないですけど、まあ、まあ口にはずっと出して言ってて、なりたいなとはずっと思ってました。今ディフェンスしてるじゃないですか。はい、なんかディ
フェンスの面白さって何ですか？僕も最初はディフェンス面白くないって思ってて、あのフォワードから特にそのセンターバックになった時とかはもう本当に一人でドリブルでめっちゃ上がってったりとか、攻撃の方が好きだったからそういうのをやってたし、でもまあ少しずつまあボールを人から取るっていうことに対してまあちょっとずつ楽しいって思えるようになっていって、大学ぐらいからまあそのチームでボールを取るっていうところだったり、そういう戦術の部分ですごい面白いなって思えるようになってきて、まあチームによってはそのボールを回されたくないから前からボールを取りに行くとかあったりするじゃないですか。でも回されてもいいからゴール前で守ったりブロックを作って、まあ、そういうなんかこう戦い方を工夫すると、まあその大学の時はあの天皇杯でプロに勝ったりしたんですよ。それでそういうなんかいろんな戦術だったり工夫でそのプロの選手の攻撃を守ることができるっていう、そういう喜びは一番あったのは覚えてます。じゃあちょっとここでせっかくなんで子供たちから質問コーナーということで、はい、僕は試合になった時にいつもガチガチになってしまうんですけど、それをリラックスして和らげるような方法を教えてください。あの試合前緊張するんですよ、試合中じゃなくて。試合前にこうなったらどうしようとか、こうなったらどうしようっていうのを考えることが多くて、なので僕はあんまり考えないようにするためにトイレ掃除をしたりとか、家をきれいにするのが好きです。ああ、なるほど。そしてなんか気持ちをすっきりさせて試合に臨むと、まあうまく いかない時もあるけど、なんか行かなくてもちょっとだけすっきりします。今日聞いてる各ご家庭の試合前のトイレはこれから綺麗になる。数的不利で守らなきゃいけない時にどうやって守ればいいですか？まあ、状況にもよると思うんですけど、まあ、まずは数的不利だったら、まあ、その状況を遅らせて味方が帰ってこれる時間を作る。で、それが無理そうだったら限定してパスコースを切りながらキーパーとコミュニケーションを取りながらボールを取るだと思います。僕小学校まではあの攻撃だったんでシュートすごい好きだったんですけど、あの本当に自分なんか反復して練習するしかないと思います。なんで四つ角にそのマークを置いたりして狙って打つ練習をいっぱいすればいいと思います。やっぱ試合で使えるドリブルはやっぱりパスもできるし、相手を見てかわすこともできるように顔を上げてしっかり見れるようにドリブルしなきゃいけないと思うんで、そういうまあコーンだったりマーカーだったりドリブルする時もやっぱり視野をしっかり確保というかしっかり見れるように間接視野でボールを見ながらドリブルできるように練習した方がいいと思います。シュートを強く打てるにはどうしたらいいですか？シュートはね、成長すれば強いシュートが打てるようになります絶対。なので
シュートを決めれるように正確に打てるようにいっぱい練習してください。小学生の頃に、はい、苦手だったキーパーは、キーパーどんな人でしたか？小学校フォワードやってたんですけど、結構ドリブルしてたり、シュート1対1になった時に突っ込んでくるキーパーは嫌いでした。突っ込むことの何が嫌いなんですか？プレッシャーを、迫力的なもの。そうですね、迫力とその打つまでの時間がなくなるじゃないですか。だからまあ、なるほど、よく1対1のシーンは僕よくあったんですけど、結構外しててみんなに迷惑かけてたんですけど、やっぱりそういうプレッシャーが嫌だったかなと思います。センターバックをやることが多いんですが、はい、コーナーキックの時にどういう人をマークすればいいですか？プロになったらその最初から大体誰につくっていうのは決まってるんですよ。だから高い選手は高い選手をつかなきゃいけないし、コーナーキックのコツはもうボールを先に触ることです。相手より相手ばっかり見てるとそのボール触れないし、ボールばっかり見てると相手を見失うので、前に入られるとか後ろの背中取られる時の駆け引きの距離が、まあ、僕が触れる位置にとりあえず置いといて、でちょっと前に入ってるかもしれないですね、気持ち。あ、ちょっと前。はい。でそれでまあ駆け引きを見ながらリアクションで動くと思いますけど、まあ先に本当にボール触れば、はい、シュートは打たれないんで、そうすれば、ね、まあ守れると思います。はい、さっきのコーナーキックの話なんですけど、はい、僕はチームの、で背が大きい人とかに相手チームのディフェンダーを引きつけて、自分のマークを外したりして得点決めたりする心理で心理戦をたまに使ったりするんですけど、プロでもそういうことってあるんですか？コーナーキックはもうチームによっては違うかもしれないんですけど、結構重要視今されてて、いろんなチームで。で、得点を取れる確率がすごい高いんですよ、コーナーキックとフリーキックは。なんで、すごい、まあその、駆け引きもしますけど、まあその作戦を練って、誰かがマークをブロックしてフリーになったりだったり、まあ、すごいいろんな作戦を練って試合をしてます。 J リーグ、坂井選手見えますか？ディフェンスの指示の仕方のコツを教えてください。どういう時かな？カウンターの時、やっぱり数的不利の時と一緒だと思うんですけど、まずは遅らせて帰ってこいっていうのをもう怒鳴るぐらいで僕は言ってますそれでまあ帰ってこれたら、そのまあサイドに追い込む方向に限定していってサイドでボールを取れれば一番いいかなって思います。ということで大丈夫かな。本当に目標に向かって、まあ、それぞれ本当にしっかり、まあ、自分を見つめ直して準備して、でまあしっかりそれがまあうまくできればその自信になるし、
でもまあやっぱりできない時の方が多いと思うんですけど、うまくいかない、準備しててもうまくいかないこととかの方が多いと思うんですけど、まあそれでもやっぱりそのまた切り替えてというか、失敗してもまあしっかり何回でもチャレンジする、また準備してチャレンジするっていう、そういうメンタリティの方がそのうまいとかいうよりも大事かなっていうのは、なるほどなるほど、なんか長くやってくるとだんだんとそう思うようになりました。みんなもね、坂井選手から貴重な言葉聞けたと思うからね、またこれから一緒に頑張っていきましょう。プレイ言ってください。はい、ありがとうございました。はい。